よっしゃー、どうしたの。なんかこのアングルのやつ届いて。はい、ここに守ってんだから、試合中この時間帯この景色でこの縦のこの大げさやろって言われるかもしれんけど、こんなやばいから。これとかやばいもん、これやばい、これやばいもん、こうだ。はい、慣れですか。慣れないよ、だって太陽入ったら慣れても慣れてない関係ないもん、ね、サングラスかけてても。なんとか重ならないように努力するしかない。あ、体の位置変えて。はいはいはい、やっぱりね、去年も、まあ、スーパーキャッチや。いや、もうあれもだってたまたまこう太陽が、太陽でも真っ暗になってて、はい、最後お次はここら辺に見えただけだから。あ、でこうやって出したらたまたま入ってる。ほんまにたまたま。お前だけだよ。これもこうやってちょっと危ないと思って。ちょっとこのラインをやっぱずらすのが大事だ。そうやね、この体の向きを。今の時間だとこうかな、こう取った方がそのボールの奥に太陽がないから。ああ、それをこう取っちゃうと多分やばいね。ドンピシャー。はい、これが低かったり。ありがとうございます。それはもう自分の経験で編み出して、編み出してっていうか、いや、そういう風にやるしかない。ああ、あとは試合でそれができるかどうか忘れないで。いざそうやってなると、去年もそうだけど、溜まっちゃうね。ああ、やばい、もう終わったってなって。いや、やっぱり正しい対処法ができないの。ああ、じゃあということで、ほら、ありがとうございました。